はい、今日は自動車税をお得にキャッシュレスで支払う方法、注意点、おすすめの支払い方法を紹介したいと思っています。自動車税現金で払うと、まあ、今は損するかなと思います。やっぱりキャッシュレスで払っていきたいなっていうところで、まあ、今日は紹介していきたいと思います。ちょっと簡単に私の自己紹介なんですけども、まあ、主にキャッシュレスや投資といったような、まあ、お金に関するメディアを長く運用してまして、まあ、このチャンネルでも、まあ、今より少し楽になるお金の知識というコンテンツで配信してますので、チャンネル登録がまだなかったはぜひチャンネル登録もお願いします。で、早速なんですけども、まあ、自動車税、まずは支払いの基礎知識っていう感じなんですけども、まあ、まず毎年5月頃、まあ、納付書が届きますということです。で、自動車税というのは、まあ、都道府県の、支払いになるので、まあ、都道府県によって支払い方法というのは決まっています。なので、お住まいの、都道府県サイトで、まあ、確認することができます。で、都道府県によって手数料の条件などが、変わってきますので、ある自治体では手数料かかるのにある自治体ではかからないとか、まあ、そういったこともありますので、なかなかね、一概にちょっとこれが一番お得ですっていうのは言いづらいんですよね。なんですけど、まあ、今日は共通した考え方、まあ、そのあたりを紹介したいと思っています。で、これキャッシュレス払いってお得なことばっかりではなくて、やっぱりちょっと注意点があるということなんですね。で、デメリットとしては、まずね、納税証明書っていうのが発行されないんですね。で、これ納税証明書って、納付書が届くんですけども、まあ、それをコンビニとか郵便局とかで払うと、まあ、ハンコがされて紙が残るんですよね。で、それがまあ納税の証明書っていうことになるんですけども、車検時にそれが必要なんですけど、電子的なキャッシュレスで支払った場合であっても、一応電子的な記録として残ってるので、まあ、参照できると。ただ、この2週間以内の場合は、まだデータが反映されてなくて、まあ、その業者さんとか車検するときに、まあ、確認することができないかもしれない可能性があるので、まあ、車検から2週間以内、車検まで2週間以内の場合は、現金で払った方が無難だなということになります。で、あとは業者を通さない譲渡。まあ、例えば、フリマアプリとか、まあ、そういったところで、譲渡したりとか、個人間売買するような場合ですと、まあ、現金で払った方がいいということになります。で、もう一つが、まあ、手数料負けしないように注意ということですね。で、結構手数料も、やっぱり 1% 近い手数料かかる場合もありますので、まあ、還元率に、例えば 0.5% の還元率のカードとか使っても、実は元が取れないということもありえますので、まあ、手数料とかのクレジットカードの還元率とか、まあ、その辺の比較しながらしっかりと、見ていきたいというところですね。で、あとは、公共料金とかの場合に還元率が下がるクレジットカードとか、あとはそもそも還元の対象外とか、まあ、そういう風になっているカードとかもありますので、そのあたりも、まあ、しっかり注意していただく必要があると。このあたりがキャッシュレスで支払う、まあ、注意点ということになりますので、ご自身のカードとか自治体の手数料の条件チェックしてみてください。で、ちょっとこれがおおむね共通する支払い方法と手数料っていう感じの表なんですよね。で、だいたいクレジットカード、スマホ決済、あとは銀行とコンビニ、まあ、この辺で、支払う方法が分かれているということで、で、ちょっとね、まあ、これごちゃごちゃしてるんで、一つ一つちょっと順番に説明していきたいと思っています。で、まずクレジットカードなんですけども、まずはヤフー公金払いっていう、まあ、ヤフーのサービスで支払うっていうのが比較的多いんですね。このヤフー公金払いっていうのは、まあ、手数料がかかるんですけども、まあ、自治体によって手数料の体系が異なるということで、手数料のパターンとしては、一つが金額に応じて手数料が増えていくパターンですね。で、この場合は、大体手数料は 0.8% で、ちょっとまあ、多くても 1% っていう感じですね。で、この場合は、還元率が 1% 以上のクレジットカードを払うことで、ポイント分が少しお得になるというような払い方になります。で、もう一つのパターン、これもね、結構あるけど、手数料が一律で決まっているっていう、まあ、その一回払う時に、もうこの金額っていうふうに決まってるんですね。で、この330円っていうのが大体なんですけども、まあ、3万3000円以上だったら 1% 以上のクレカで、一応元は取れて、まあ、プラスになっていくということなので、まあ、これがね、いくらぐらいの自動車税払うのか、金額によってこれがお得かどうか分かると。で、もしね、クレジットカードで払うのに手数料負けするんだったら、もう現金とかコンビニで払うしかないっていう感じですね。以前はね、ほとんど手数料って一律だったんですけど、徐々にね、この重量性の方に変わってきていて、こっちの方がちょっとお得になるかなとは思いますね。はい。で、もう一つが、Yahoo 公金払いじゃなくて、特設サイトがある場合があるんですね。結構大きい自治体とかそうなんですけど、東京都とか大阪府とか、まあ、そのあたりはそういう風になってます。で、こちらも同じように、手数料の重量、まあ、で増えていくパターンと、手数料が一律になってるパターンがあって、まあ、東京都は上なんですよね。で、大阪府は手数料は一律っていう感じなので、まあ、それも自治体によって変わってくるということです。で、特設サイトがある場合は、まあ、特設サイトでまた手数料が決まってくるということになります。で、スマホ決済が、まあ、この4つが大体対応していて、PayPay 請求書払い、LINE Pay、PayBee、AUPay っていうのが対応していると。まあ、その他のスマホ決済、D 払いとかは対応してないというところなので、まあ、そこはちょっとね、注意が必要です。で、PayPay 請求書払いなんですけども、まあ、42都道府県に対応していて、
で、還元率がね 0.5% つきますと。で、手数料はね原則無料なんですね。ただ自治体によって発生する可能性がありますというふうに記載されていて、ただねどの自治体で発生するかまでちょっと確認できなかったんですけど、まあ多分ほとんど無料だと思うんですよね。まあ一応自治体によってちょっと手数料かかる場合があるというふうにアナウンスされています。まあ一応最低が 0.5% なんですけど、条件によって最大 1.5% までいきますので、まあ、もし 1.5% までいってる人がいるんだったら、このペイペイで払うのがお得ということになりますね。これ結構ねちょっとおすすめですよね。LINE Pay請求書払いなんですけども、これは請求書払いで払う場合にチャージ&ペイで払うと。でチャージ&ペイっていうのは何かというと、まあ、クレジットカードを紐付けることでチャージと同時に支払うっていう、まあクレジットカード紐付けの支払い方なんですけども、還元率が 0.5% ってあるんですけど、この 0.5% が付与されるっていう条件がまずビザ LINE Pay カードだけだったんですね。それが5月の10日から三井住友カードのまあ一応条件になったということで、三井住友カードを紐付けておくと 0.5% の還元率が得られるということになりましたので、まあ一応このはずが対応しているということですね。ただもしビザ LINE Pay カードをお持ちの方であれば、チャージ&ペイで払うと 0.5% なんですけど、クレジットカードで払うと2% の還元率があるので、まあ、仮にね、先ほどの 0.8% の手数料がかかるとしても、1.2% はポイントが付与されますので、まあ、お得ということになります。で、ただね、上限が5万円なんですよね。その支払える、ポイントが付与されるビザラインペイは。なので、5万円以上の請求書払いで支払いがある場合は、まあ、チャージ&ペイで 0.5% 得た方が、まあ、いいという判断になります。ちょっとね、この辺のジャッジが難しいんですけどね。まあこういったのが一応お得ということになります。 au pay は事前にチャージする仕組みなんですよね。なんで払うときにまあ 0.5% が還元されて、あとはクレジットカードのチャージするときにまあそのクレカによって還元率が20ドリできるということで、まあ 1% のカードを使えば 1.5% 還元になると、そういうことなんですね。でこれね一番お得なんですよ、実は 1.5% で比較的簡単に達成できるということなんですけども、対応先がかなり少ないと。まだ参入したばっかりなんですからね。なので、まあ、もし au pay 請求書払い対応している自治体さんであれば、まあ、これで払った方がお得ということになります。paybee なんですけども、まあ、paybee は一応そのスマホでスキャンして読み取れて払うということなんですけども、まあ、特に還元などのメリットないので、まあ、あえてこれで払う必要はないかなと思いますけども、まあ、利便性っていう意味で、まあ、ありかなと思います。で、これ結構ね、ゆうちょ pay とか、銀行 pay といったようなアプリの中で対応することが多いので、まあ、結構そのなんですかね、ペイペイとか使ってない、カード使ってないとかっていう方であれば、意外とこういうペイピー利便性高いかもしれないので、まあ、これも一つ方法としてはありですね。で、ペイジなんですけど、まあ、公共料金とかをこう、支払えるような、ATM とかで支払えるようになっているものなんですけども、こちら24都道府県に対応していて、まあ、還元とかないんですけども、銀行口座があれば大体対応して、支払い対応してるので、まあ、これ結構楽で分かりやすいですね。で、私もね、こういう請求書払いとかに対応してないような、こういうペイジに対応してる、支払いは結構銀行でページ使って払ったりしてますので、まあこれも結構ね、還元はないんですけど、利便性としてはありですね。電子マネーで払う方法っていうのもあって、で、ワンオンとナナコってあって、で、この場合は振込用紙を持って、まあコンビニ行って、そこでワンオンで払うとか、まあそういうことなんですね。で、ワンオンにチャージし、ワンオンはそのチャージして事前に払う仕組みなんですけど、ワンオンで自動車税を払うタイミングでは 0% なんですね。じゃあどこで還元がいるかっていうと、チャージするときなんですけど、でイオンカードとかでチャージすると 0.5% 還元されますので、まあ、それで還元が得られるということですね。でワンオン自体が上限があるので、まあ、2万円とか5万円というパターンがあるみたいなんですけども、まあ、ちょっとその上限に注意して払うということになります。で、でワンオンで支払うのが、ミニストップというコンビニですよね。なので、まあ、ちょっと支払える場所もちょっと限られるということにはなります。もう一つが7個なんですけども、7個はセブンイレブンで払う場合ですね。で、以前7個で結構ね、支払い利便性高かったんですけど、だいぶ今も制約が増えて、そんなにお得感はなくなってしまいましたね。で、7個も同じようにチャージして支払う仕組みなんですけども、自動車税支払い時は 0% で還元がつかずに、まあ、そのセブンカードプラスというカードで、クレジットカードでチャージするときに、まあ、0.5% 還元が得られるというところで、まあ、ちょっとね、他の、支払い方法に比べるとちょっと見劣りする支払い方法でありますね。こちらも7個の上限にちょっと注意して支払っていただければいいかなと思います。まあこういった支払い方法があるということですね。で、ちょっと最初に見せた表でちょっともう一回見てみますと、まあクレジットカードで公金払い特設サイトで、まあ手数料かかるんですけど、クレカ次第でお得になるということですね。で、スマホ決済は、その手数料がね、基本的にかからないはずなので、まあそれで還元率があれば、その丸々お得ということですね。いや、それ以外は特に還元とかないということで、まあ、紐付け次第で、コンビニとかだと、
イオンとか7個は、ポイントがつくかもしれないということになっています。で、最後におすすめの支払い方法ランキングということで、これもね結構ちょっと難しかったんですけど、とりあえず作ってみました。で、まず同率1位という感じなんですけど、まずは還元率が 1.3% 以上のクレジットカードでクレジットカード払いすると。で、だいたい 0.8% の手数料引かれると、まあ 0.5% になりますので、まあこれ以上の還元率があるんだったら、クレジットカードで支払った方がお得ということになりますね。で、この撮影している時点が、2021年の5月の10日なんですけども、まあ、ビザラインペイクレジットカードが 2% 還元なので、まあ、ビザラインペイカードをお持ちの方は、クレジットカードでそのまま払った方がお得ということになります。で、続いてが、まあ、au ペイ請求書払いですね。で、これ 0.5% にクレカの還元率がつくので、まあ、マックス 1.5% とかいくんですかね。まあ、リクルートカードとかね、1.2% なので、まあ、1.7% 還元とか、まあ、行くんですけど、まあ、こういったのも、支払い方法としては結構おすすめ。対応してる人がいればですけどね。対応してる自治体次第ですね。で、あと、PayPay請求書払いが、0.5% 還元からで、まあ、最大で 1.5% まで行くということですね。PayPay請求書払いはやっぱりメリットとしては、まあ、やっぱり使ってる人が多いっていうところと、あとは42都道府県に対応してるっていうところで、まあ、使える、ね、自治体も多いので、非常にこう、利便性も高いかなと思います。これが対応してる方多いかなと。なんで、上の2つがなかったら、もう、PayPay請求書払いが一番お得ということになりますね。で、第4位が、LINE Pay 請求書払いで、チャージ&ペイで 0.5% 還元を得るということですね。ただ、この時の紐付けられるカードが、まあ、Visa LINE Pay カードで、払うか、三井住友カードを紐付けると。三井住友カードで紐付ける場合は、LINE ポイントが貯まるんじゃなくて、三井住友カード側のポイントが貯まるっていう仕組みですね。なので、まあ、これで、できるということです。で、チャージ&ペイは、その三井住友カードとビザラインペイ以外は紐付けることができないので、まあそういったメリットがあると。0.5%。最後が還元率 1% 以上のクレジットカードということなので、まあ JCB カードダブルとか、それ 1% 還元あるんですけど、意外とお得じゃないですよね。0.8% クレジットカード手数料取られちゃうので、0.1% とかなんですよね、メリットが。なので、まあ手数料がいらないよぐらいの感覚かなと思いますので、ちょっとこれはね、微妙って感じですね。で、あと、もう一つ、楽天カードで支払うっていう結構あり得ると思うんですけど、楽天カードの場合は、2021年の6月から公共料金が 0.2% 還元になるので、まあ、この動画ちょっと撮ってる5月中だったら、まだ 1% 還元で、まだなんとかいけるんですけど、6月以降のにご覧になっている方は、ここちょっと注意していただきたいなと思います。で、最後は現金ということなんですけども、ページとか、まあ、少なくともね、出向かなくても払えるっていう方法もあるということなので、まあ、そういう意味ではちょっと利便性という意味ではお得かなと思います。まあね、こんだけガチャガチャ言いましたけど、結局でも得られるポイントってね、まあ、500円とか900円とか、まあそういったちょっとね、あまり大きい金額ではないので、ちょっともうめんどくさいなっていう方は、もうコンビニとか、あとはもう、まあ個人的にはペイジーとかペイペイ請求書払いが一番こう、対応してる人が多いかなと思いますので、そのあたりで支払うのが、個人的には楽でいいんじゃないかなと思いますね。で、キャッシュレスで、まあね、私とかも持ってるんですけど、まあビザラインペイカード持ってる方は、それを使った方が、いいですね。で、ビザラインペイカードもね、2% 還元って、まあ、どこで使っても 2% 還元なので、まあ、これを機会に作ってみるっていうのもありかなと思いますので、まあ、ちょっとね、そのあたりもぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、このチャンネルでは、今より少し楽になるお金の知識を配信しています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ、チャンネル登録もお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。